節目となる10番目の蒸留所限定ウイスキーが発表されました。カノスケ蒸留所は原料となる麦芽や酵母の種類、初粒期再粒期の使い分け、アメリカンホワイトオークタルやバーボンタル、ワインタルなどの貯蔵タルによる熟成の違いを生かし、厳選した原酒をボトリングしています。蒸留所限定ウイスキーの最新の010は、2020年に蒸留したノンピート原酒を深く焦がしたリチャーカスクで3年9ヶ月熟成させ、2024年4月にボトリングされたシングルモルトジャパニーズウイスキーです。通常のリチャーカスクよりも、深くチャーリングされたカスクで熟成され、深焼きから生まれる焼きプリンのような甘い風味とビターな余韻が特徴です。この限定商品は1本ずつ手書きのボトルナンバリングが施され、蒸留所内のショップ限定で販売されます。公式のテイスティングノートをまとめると、このウイスキーは赤みがかった黄金色をしており、香りはドライジンジャーや焼きリンゴ、ニッキ、ストロベリー、モルトが感じられ、味わいはミディアムボディで甘くスパイシー、ビターなニュアンスと焼きプリンのような風味があり、フィニッシュには柔らかい果実の甘苦さが心地よく広がります。カノスケ蒸留所限定品010キャスクナンバー2340はアルコール度数 55%、 1本 200ml で4290円で、2085本の限定本数で販売されます。ウェブでの抽選販売となっており、応募期間は5月21日から27日までとなっています。